第57年2011年3.1ビキニデイ集会アピール違反、1954年3月1日未明ビキニ環礁でのアメリカ政府による水爆実験で日本漁船の乗組員やマーシャル諸島島民に甚大な被害を与えたビキニ水爆被災事件から57年が経ちました。今日私たちは日本全国から海外の代表とともに大坊九龍丸の母校焼津市に集い、改めて核兵器廃絶の決意を固めました。今世界は核兵器の廃絶に向かって大きく動いています。2010年 NPT 再検討会議は核兵器のない世界の平和と安全を達成することを謳った最終文書を全会一致で採択し、核兵器禁止条約についても初めて言及しました。また昨年12月の国連総会では世界の大多数の国がこれまでの核兵器のすべての合意実行を求める決議に賛成票を投じ、核兵器禁止条約の交渉解消を求める決議は現に核兵器を持つ中国、インド、パキスタン、北朝鮮を含め133カ国の大多数で採択されました。被爆地広島、長崎両市長をはじめ内外の広範な賛同を得て2月15日にスタートした核兵器全面禁止のアピールの新しい署名運動に、各界の著名人、全国の自治体、国連事務総長や国連上級代表などの熱い支持と共感が広がっています。核兵器が戦争を抑止するという考え方に立つ核抑止力論や核の傘論が根強く残っています。しかし21世紀の世界は軍事同盟の時代から平和条約で結ばれる時代に変わってきました。平和や人類の安全も核兵器を求める時代ではありません。核兵器のない世界で次のステップへの鍵を握るのは世界の人々の意思であり、その意思を表す人々の行動です。核兵器のない世界を前進するためにその根から行動を広げましょう。核兵器全面禁止のアピール署名を全国に、世界に広げましょう。自治体などと協力し、すべての地域で住民ぐるみの運動に発展させましょう。核兵器の願いで結ぶ平和行進をすべての自治体につなぎましょう。すべての自治体に非核日本宣言の体制要請、非核自治体宣言などを働きかけましょう。ビキニ被災の全容を知らせ、被災者と連帯しましょう。原爆展開催、被爆者訪問や被爆体験の聞き取りなど被爆の実相を広げましょう。世界の核被害者と連帯し6級行動に取り組みましょう。憲法9条と非核三原則の厳守実行を求めましょう。民間港の軍事利用を反対、軍事力空母の撤去を求めましょう。天幕地の条件撤去、米軍基地の縮小撤去を要求しましょう。原水爆禁止、2011年世界大会を大きく成功させましょう。ノーモア広島、ノーモア長崎、ノーモアビキニ、ノーモア被爆者、ノーモアウォー。2011年3月1日、第57年、2011年、3.1 ビキニデイ集会。